三国志朗読、桃園の巻より、ダフー乱流と学難の歌人ですね。ダフー乱流では、張飛が、ああですね、あの、視察に来た特有をめった打ちにしますね、そのくだりですね。ダフー乱流1。 おい、張飛は言った台地に座っている大勢の百姓を町民へ向かって「お前たちは退散しろこれから俺のやることに後でかかり合いになるといけないぞ」しかし百姓たちは泥酔しているらしい張飛が何をやりだすのかとそこを立ってもまだ付近から眺めていた張飛は門を打ち叩いて「万人ども開けろ」と。 開けけなければぶち壊すぞと怒鳴り出した。「駅間の伴卒は何者だ」と中から覗き合っていたが「長宋」のごとき表に小前を逆立ていかれる軽装に抹消を注いだ巨漢がそこを揺り動かしているので「誰だ誰だ」と騒ぎ立ち権威厳徳の部下だと聞くと特有の家来たちは「開けてはならぬぞ」 と言明した、そして人数を固めて門の内へさらにまた幾重にも人を書きを立ててひしめき合っていたその気配に長飛はいよいよ怒りを浸透に発して「よしその分ならば」「門の柱へ両手をかけたと思うと苗のようにみりみりとそれは揺れ出してあれよと人々の驚くうちにすさまじい物音を立てて内側へ倒れた」。 中にいた伴奏や特有の家来たちは逃げ遅れて育人かその下敷きになった。張飛はひのごとくその上を踊り越えて「特有はどこにいるか特有に会わん」と奉公した伴奏たちはそれを見て「やるな捕らえろ!」と遮ったが「えー、い邪魔な!」とばかり張飛は投げ飛ばす踏みつぶす名残倒すあたかも一陣の 扇風が治療を巻いてかけるように液管の奥へと踊り込んでいった折から徳直視特有は昼日中というのにとばりを垂れてこの田舎のひなびた歌え面などを相手に酒を飲んでいたところだった乱らな呼吸の音を聞きつけて張飛がその質をうかがうと果たして正面の塔に美人を要して酔いしれている好感がある。 紛れもない特有だ張飛は帳を払って厄姉り腐れ役人よくも我が義兄元徳にお前を塗りつけ義罪の訴状を作って都へのぼせたな先頃からの傲慢無礼といい直したる身がこの手たらくといいもはや堪忍はならぬ天に代わって難事を懲らしめてやるからそう思え。 目は百連の鏡にもにひげは逆島に立って反のを解き口を裂いた「キャーッ」と呼吸やことを放り出して女たちは塔の下へ逃げ込んだ「特有も縮み上がってなんじゃ待て乱暴なことはするな」と震え声で逃げかけるのを彫刻は飛びかかって「どこへ行く軽く一つ殴ったが」 特有は顎でも外したようにぐわっと歯をむいたままふんぞった。じたばたするな張飛はその体を軽々と横に引っかかえるとまた早手のように外へ出ていった。2門外へ出ると犬にでも食われろと張飛は引っかかえてきた特有の体を台地へ叩きつけて罵しった。 何時のような腐敗したネ入リがいるから天下が乱れるのだ。乱俗はうつもネ入リを凝らすものはない。人の成し得ぬ正義をなし、人の行使得ぬ権力に行す。それを騎士とする義軍の張兵を知らずやい,やい特有の顔を踏んづけて、張兵が言うと、特有は手足をバタバタさせて、ものどもこの狼藉を、 この乱暴者を絡め取れ誰かいないか悲鳴に似た声でわめいたやかましい元鳥をつかんで引き回した上長飛は門前の大きな柳な木に目をつけてそうだ見せしめのためにと特有の用手をありあう縄で縛り上げその縄尻を柳の枝に投げて吊るし上げた柳からなった人間のように 特有の足は宙に浮いた。張飛は誰が彼が暴れても落ちないように縄の端を幹に巻いてどうだいやいと一本の柳の枝を折ってまずピシリと一つ殴った痛い当たり前だとまた一つ打ち悪霧の逆性に苦しむ人民の痛みはこんなものじゃないぞ何時も病巣の一匹だろう 常人などという冥心の端くれだろうその醜い面を晒らせよいやそのその卑しい花の穴を天秤に向けて泣けこうかこうかこうしてやる柳の枝はすぐ粉々になったまた新しい柳の枝を折って殴りつけるのだった三十、四十、五十、二百以上も打ち据えた特有は見えもなくひいひいひい、 と声を上げて「許せ」と泣き声出し「待て待ってくれ何でも言う通りにするから」とついには涙さえこぼして哀れっぽく叫んだが「ダメだその手は食わぬ」と張飛は乱打をやめなかったその日も玄徳は支度に閉じこもっておおおと優れない一日を過ごしていたが誰やら慌ただしく門をたたくものがあるので 地震、出てみると四五名の百姓が「大変です。今、朝日様がお酒に酔って役所の門をぶち壊し、直死の交換を柳の木に吊るし上げて打ち据えております」と告げて去った。玄徳は驚いてそのまま駆け出していった。折藤居合わせた関羽も、門「チェッ、張飛のやつまた持病を起こしたか?」と舌打ちしながら玄徳の後から駆けつけた。 見ると柳に吊るされている徳友は衣装も破れ萩は血を流し顔面は紫色に膨れていたもう少し遅かったら住んでのこと殴り殺されていたであろう仰天して玄徳は、これ何をすると張飛の腕首をつかんで叱りつけた張飛は大息つきながら「いや止めないでください民を害する逆賊とはこいつのことです」。 のの根を止めないでは俺の虫が収まらん、と玄徳の遮りなどは物ともせずさらに流便をうならせて徳有の体をところきらわず打ち続けた3悲鳴を放って長飛の鞭にもがいていた徳有は地なぎの小杖から玄徳の姿を見つけておおそれへ来たのは権威玄徳ではないか。 君の部下の長飛が酒に酔ってわしを格のごとく殺そうとしているどうか早く止めてくれもしわしを助けてくれたならこのまま長飛の罪も不問にし御身には手に,ちょ、えー、手に急死を立てて前の訴状をとどめ代わりに十分な恩酌を持って報いるであろうと叫んでまた早く助けてくれと何度も悲鳴を繰り返したその いやしい言葉を聞くと張飛の棒を制しかけていた玄徳もかえって止める意思を妨げられたけれど彼はいかに主要な人間であろうとも直命を受けて下った天使の使いである玄徳が叱咤して止めるやめるか彫妃と彼の手から竜の枝を奪いその枝を持って張飛の型を一つ打った。 徳に打たれたれことは初めてである。さすがの朝廷もはっと顔色を冷まして棒立ちになったもちろん不平満々たる色を表してではあったが玄徳は柳の幹の縄を解いて特有の体を第地へ下ろしてやったするとそれまで是とも人も言わず黙って見ていた勘吾がつとかけ寄ってきて「長兄お待ちなさい」「なぜそんな人間を助けてやったところで」 所詮無駄なことです。何を言う、わしはこの人間から利を得るために助けようとするのではないただ天使の皆を恐るるのみだ分かっておりますしかしそういうお気持ちも一体どこに通じましょうか前には命をとして太鼓を立てておられながらわずか一軒の意にほうぜられたのみか今また特有のごとき腐敗した中央の利に最大の侮辱を受け 黙っていれば罪もなき罪に陥れられようとしているではありませんか是非もない。是非もないことはありません。こんな訃報は蹴飛ばすべきです。先頃からそれがしもつらつら思うに。奇局、草中、乱法の住むところにあらずと昔から言います。いばらや空たちのようなトゲの木の中には酔い鳥は自然住んでいないというのです。我々は住むところを誤りました。 しかず一度身を退いて別に縁台の刑を図り直そうではありませんか看護人は時々教えられることが多いやはり学問においては彼が一実の長を持っていた言とかいつも聞くべき言はよく聞く人であったが今も彼の言をじっと聞いているうちに大きくうなずいてそうだいいことを言ってくれた我住むところを誤ってり と胸に,かけ胸にかけていた権威の印字を解いて特有に言った。刑は民を害する俗利。今その後兵を切ってこれにかけるは糸やすいことながら恥を思わぬ悲鳴を聞けば竹類にも不憫は生じる。哀れ犬猫と思って助けて取らせる。そしてこの印字は刑に託しておく。我今勘を捨てて去る。中央へよろしくこの趣を取り継ぎたまえ。 カウンの二人を帰り見て「さあ行こう」と風のごとくそこを去ったひイと散り散いた流用の地上に特有はまだ何か苦しげにわめいていたが玄徳からの姿が遠くなるまで前に懲りて近づいていたわり助けるものもなかったダフー乱流でしたちょっと給水します。